アーロン・レイン・クックは、アメリカ合衆国のケンタッキー州出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。1997年にドラフト2巡目でコロラドロッキーズから指名を受け、7月13日に契約。2002年8月9日にメジャー初昇格を果たし、8月10日のシカゴ・カブス戦でメジャーデビュー。13点ビハインドの6回表から登板し、2回を 投げ本塁打を含む2安打1失点だった。この年は先発での登板も含めて9試合に登板。防御率4.54、2勝1敗という成績を記録した。2003年は開幕から先発ローテーションに入って投げていたが、成績が振るわなかったため、6月16日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格となった。 トリプル A 級では2試合に登板し、1勝1敗、防御率2.25だった。7月4日にメジャー昇格となったが、その後も不安定な投球が続き、防御率は6.02という数値になってしまった。2004年も開幕から先発ローテーション入り、防御率も4.00台をキープしていた。しかし、8月7日の新品キレッツ戦で、 3回に、めまいを起こし、交番。病院で検査を受けた結果、両方の肺に血栓があることが分かり、手術を受けることになった。8月8日に15日間の故障者リスト入りし、残りのシーズンを欠場した。10月4日に故障者リストから外れた。2005年3月30日に再び15日間の故障者リスト入りした。7月30日に復帰。 13試合の先発登板で7勝2敗、防御率3.67という成績を記録。逆境を乗り越えて復活した選手に贈られるとにコニグリアロ賞を受賞した。2006年1月13日に球団と年俸調停を避け、総額455万ドルの2年契約を結んだ。今まで不安定な投球や故障などで、シーズン途中での離脱を余儀なくされていた。 クックだったが、2006年は年間通じて、先発ローテーションを守り登板。規定投球回にも達し、防御率4.23を記録した。しかし、QS を18を記録したが、リリーフ陣が打たれ、得点の援護に恵まれず急賞に終わった。2007年は8月16日に、脇腹の借金を痛め、15日間の故障者リスト入りし、そのまま、 レギュラーシーズンを終え、発祥にとどまった。9月16日に60日間の故障者リストへ移動し、10月1日にリストから外れた。10月23日にプレイオフロースターに加わり、球団史上初となったワールドシリーズで3連敗で迎えた第4戦を志願して登板。6回3失点に抑え、QS を記録したが、負け投手となりボストンレッドソックスが、 ワールドチャンピオンとなった。オフの10月31日に2年契約を満了したクックに対し、球団は450万ドルのオプションを行使し、2009年から新たに3連総額3000万ドルで契約延長した。2008年は6月15日に初のシーズン受賞を達成し、7月1日のパドレス戦では79球でメジャー初完封を達成。 また、試合時間は、クアーズフィールドで行われた試合として、最短記録の1時間58分だった。オールスターにも選出され、3回を無失点に抑えた。9月以降は1勝もできなかったが、球団記録の17勝に次ぐ16勝を挙げた。2009年も2年連続2桁勝利となる11勝を挙げたが、その後は、成績が低下。八月十二日に右肩を痛め、 残りの試合を欠場した。2010年8月5日に右足の親指の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月3日に復帰したが、9月9日に右足の骨折で残りの試合を欠場した。2011年3月31日に指の負傷で15日間の故障者リスト入りし、4月14日に60日間の故障者リストへ移動。 6月8日に復帰した。シーズン終了後の10月30日に FA となった。2012年1月20日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。メジャー昇格を果たせば150万ドルの年俸が支払われる。トリプル A 級ポータケットレッドソックスで開幕を迎え、5月3日にメジャーへ昇格。しかし5月6日に 左膝の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月24日に復帰。この年は18試合に登板し、4勝11敗、防御率5.65だった。オフの10月29日に FA となった。2013年1月16日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだが、3月26日に放出された。 3月28日に、フルス、ロッキーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級コロラドスプリングスで8試合に登板し、0勝5敗、防御率8.15と結果を残せず、7月19日に放出された。高速シンカーが、クック最大の武器。ロッキーズの本拠地である、クアーズフィールドは、標高約1600メートルの地点にあるため、 グラウンドボールピッチャーが望ましいが、クックは完璧にこのタイプの投手である。また、フォーシームやカットボールも交えることがある。また、2005年から請球力が目覚ましく向上した。ありがとうございます。